中年オタッキーです。居酒屋ライブなんですけども、ご視聴いただきありがとうございましたっていうか、これ居酒屋ライブをやる前の日に撮影してるんですけどね、もう果たしてちゃんとできてるのかとか不安ではありますが、今日の動画はね、こちらの紹介になります。まあカメラの紹介もそうなんですけども、主にレンズの紹介になっていきますね。これミノルタのね、AF3570F4 っていうレンズになります。まあ初期の AF のレンズですね。はい、それでは動画スタートしてまいります。はい、今回ね、ちょっとね、この、AF3570F4 を紹介するのにね、α303SI っていうカメラを使いました。まあ、このカメラもね、動画初登場なんですけども、このカメラのボディ自体は、カメラの何は神戸店さんでね、確か380円だったかな、ジャンクでね。ジャンク380円で購入してきました。で、レンズはこれ、ハードオフだったかな ?500 円だったと思います。つまりこれ、880円の一眼レフカメラなんですね。で、本当は、α7000 か、α9000 でね、紹介したかったんですけど、まともなボディに巡り合えず、まあ、しょうがなくね、このカメラで、ということになりますね。うん、オートフォーカスなんですけどね、そんなに速くはないです、そんなに速くはないですけど、これね、1985年に登場したね、レンズでして、その85年に登場したレンズでね、ちゃんとね、まだ使えてるっていうね、耐久性もそうですけど、カメラのね、ボディの耐久性が、今一つでね、もう動かないものが増えて、で、α7000、α9000、特に α7000 はもう爆発的に売れたんで、で、その爆発的に売れたカメラの、まあ、言ったら、マキエレンズ、マキエレンズ的存在だったんですね。で、レンズだけがたくさん余っちゃって、もうあっちこっちにね、もう投げ売り状態になって、ているレンズなんですね。で、投げ売り状態になってるレンズなんですけどね、写りがもうとてもいいんです。評判も良いんですね。作例を紹介していきますけど、作例なんですけど、大半がね、逆光で撮ってます。もうね、太陽がね、画面の中に入ってくるような写真もあるんですけどね、コントラストの、ね、崩れもなくてね、なかなかいい調子なんですね。解像度も高いですし、これね、まあ言うたら35年前に発売されたズームレンズかっていう、しかもね、その、プロ用のね、高価なレンズとかじゃなくて、これ普及レンズなんですね。普及レンズで35年前に発売されて、これ多分ほとんど何のメンテナンスもされてないようなレンズですけど、それでこんだけ映って、しかもこれが500円で買えるっていうのはね、もう、幸せ以外の何物でもないと思うんですね。まあ、作例見ていただけばわかりますけどね、本当にね、逆光でもコントラスト崩れないんですね。で、今回ね、モノクロで撮ってますけど、カラーで撮ってもね、いい色が出る。まあ、ミノルタのレンズはね、古いレンズでもね、カラーでいい色が出るっていうね、レンズとしてはね、すごくいいんですよね。で、まあ、なんでね、そのレンズのミノルタが、衰退していったかっていうのは、まあ、以前の動画でも話しましたけど、まあ、マーケティングが下手だったとか、何か一つ欠点を持ってたとか、まあ、いろいろありましたけどね。で、今回使用したこのカメラなんですけども、α303SI ね、これでもう、音的にね、すごい安っぽい音はするんですよ。もうね、このシャッターの音とか安っぽい音はするんですけど、まあそういうことを気にしなければね、すごくいいカメラだと思います。撮影モードは一通り搭載してますし、で、何よりね、そのミノルタのカメラってね、このグリップのところがね、ラバーでできているモデルが多くて、で、もう今ぐらいの、その時期になったら、その、なんていうんですか、もう古いカメラが多くなってきてるんでね、もうミノルタないんで、そのラバーがね、加水分解を起こしてベトベトになるんですよ。で、最終的にはね、それがバラバラになってしまって、もうグリップがないやつとかもたくさんあるんですね。でも、このね、α303 ですよ、これプラスチックでね、劣化しないんですね。
で、まあ、安い、もともと安いカメラだからこういう仕様になってるんでしょうけど、それが功を奏してね、ベタつきとかもなくてね、いい状態で残ってるやつが多いです。僕はこれ結構おすすめしますけどね、電池がね、2CR5 を使う、2CR5 ってこれですね、ちょっと出しますね。これですね、これがね、電池がね、高いのがネックなんですけども、充電式のね 2CR5 とかもなんか以前ちらほらアマゾンとかでも見かけたんですけどね、そういうのでコストダウンしていくしかないでしょうけど、まあ、充電式の 2CR5 のね信頼性がどうかっていうのもちょっとわからないんですけどね、もしねなんかその充電式の 2CR5 使ったよとか、まだいくらで売ってるとか、そういう情報をお持ちの方があればね、教えていただきたいところですが、今回のねその、まあ、主にレンズの紹介、ミノルタのね AF3570F4 投資ということで、ね、ズームレンズってね開放 F 値が変化するものが多いですけど、これは投資で使えるんで非常に使いやすいですし、画質もいいです、カメラもね安いですのでね、もうカメラとレンズ買ってね1000円ぐらいで買えちゃう。結構ねもうハードオフとかでも 500円ぐらいで、ね、カメラボディゴロゴロしてますし、あっちこっちでねレンズも500円ぐらいで見るんで、もうぜひぜひね使っていただけたらと思います。このカメラレンズ、超おすすめになります。はい、今日のカメラ紹介のコーナーはこんな感じになります。じゃあここからはね、視聴者様の、作品紹介のコーナーになってまいります。はい、視聴者様の作品紹介、もうとうとうね老眼鏡がないとね見えなくなったんで、もうね最近は老眼鏡でかけてやってますね。頑張ってたんですけどねまあそんなことはどうでもいいですけど、まずね、トップバッター、ズボラさんの作品、タイトル雨上がり、1枚ですね、キヤノンデミ AE17、フィルムがね富士記録用100ということで、シャッタースピード125分の1、絞りはオートで、スキャンはね、キヤノン 9000F 手動でカラーバランスと調整しているということで、電圧が高いためか CDS が劣化するため全体的にオーバーして、そのためフィルムの色が薄い印象です。あーなるほどね、ちょっとオーバーに撮れてるってことなんですけども、これハーフカメラなんですけどもね、 E17 なかなかいい写りですね。なんですか、ディテールもしっかり出ております。まあねオーバーで撮った方がネガはね粒子の状態とか良くなるんで、アンダーで撮るよりはずっといいと思います。オーバーで撮って、補正して使うっていうやり方の方がね綺麗な写真になると、アンダーよりはいいと思いますね。はい、ズボラさんありがとうございます。次がサファイアさんの作品かな、サファイアさん2枚、1枚目がね、誰だ？2枚目がね、これ映える？映える？って、カメラはね、どちらもニコン F100、AF マイクロニッコール 60mm F2.8 が1枚目。AFDC ニッコール 135mm F2、これが2枚目。両方ともね、富士の記録用100を、使われるということで、1枚目はね、マクロレンズでね、花を取られてるんですけど、カマキリがこれ花の中にいるんですね。これもうちょっと露出を抑えた方がカマキリには良かったでしょうけど、色的には素晴らしく映ってます。このレンズなかなかいいですね、いいボケしてますね。ニコンのレンズは、ボケはね苦しいものが多いんでしょうけど、まあマクロレンズですからね、その辺も、頑張って設計してるんでしょうけども、いい写りになってますね。2枚目はね、これ何の木だろうね、梅じゃないな、その横で、写真を撮った女の子がね商談をしている写真ですけど、これなかなか微笑ましいいい写真になっておりますね。もうちょっと表情まで見えたら良かったんでしょうけど、まあそこは、あれですか、肖像権とかの問題もあるんで、まあ難しいところですね。なかなかいい感じに撮られております。サファイアさんありがとうございます。次が、夢旅人さんの作品で、2枚、1枚目がね、現役。2枚目がね、13年ということでね。機材がね、リコー R10、コンパクトカメラね。
プラカメかな、ちょっと調べてないんですけど、露出プロ、あ、これコンパクトデジカメかな、露出プラグの標準モノクロモードで撮影ということで、これね、あの1枚目の現役とオリンパスペンをね、あのバイクのメーターの背景に写してるんですけど、こういう写真素晴らしく好きですね。あのカメラはね、あえて全部写さずに、大胆に切って撮ってるあたりがね、センスを感じます。はい、2枚目はね、13年乗ってるオートバイということで、これあのコンパクトデジカメで写してるけど、なかなかいい解像度で撮られてますね。これバンディットかな、バンディットのカウル付きモデルなのかな。まあバイクの写真としてはちょっと平凡になってきますかね。まあこんなもんでしょうけどね、僕だったらもうちょっとあの背景を工夫するかな、バイクを撮るときは。まあ僕実はね、バイクとか車の写真あんま得意じゃないんですけどね。夢タビードさん、ありがとうございます。次がこれはケイジローさんでいいのかな、ケイジローさんかな、初投稿ということで、タイトルがね、夜霧の中での商店街ということで、カメラはニコン UFM2、 レンズニコール SO と 50mmF1.4、 フィルムがね、ロモグラフィーのカラーネガティブ100ということでね、シャッタースピード30分の1で絞りが開放、まあ、100でね、この時間帯で撮るとね、まあ、こういうデータになりますね、大体ね。これね、ちょっとね、やっぱアンダーになってるんで粒子がこう出てるんですけどね、逆にそれがいい感じに見えますね。これね、まあ、いわゆるね、エモい写真っていうやつになるんでしょうけど、それとね、そのこの霧の具合、ライトのね、あの霧を照らす具合がね、見事にマッチングしていい写真になってると思います。デジタルで撮るのとはまた違うね、そのエモい写真がね、これがね、あのフィルムカメラの味だぞっていうね、写真になって思います。ケイジローさんですね、ありがとうございます。次が、栄太郎さんかな、の作品、1枚、タイトルがね、空中移動、ニコン EM AIS ズームニコール2550、F4、ポートラ160で撮られているということでね、もうちょっと雲入れたかったんですが、ピント合わせに没頭して構図まで余裕ありませんでした。いや、これね、僕これいいと思います。これ 24mm 側で撮ったのかな、多分ね、広角側で撮ったと思うんですけどもね、構図といいね、バランスといい、なかなかいいと思いますね。ただこれ動いてきたものだったからピント合わせに必死だったんでしょうけど、まあまあ合ってますよ、ちゃんと合ってますね。ニコンのね、レンズの解像度の高さもね、生きております。いい写真になってますね。栄太郎さん、なかなかですね。前回のね、ナスがままってタイトルの写真もそうですけど、なかなかの写真になっております。はい、今日のね、作品紹介のコーナーはここまで。もう6人待機になっちゃったのかな。ちょっとでも今日はここまでにしときます。はい、では次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は2名紹介します。最初はね、ともあきさんでいいのかな、カメラ2台、紹介いたします。1枚目がね、富士フィルムのね、GF670、これ6766の切り替え可能で、フィルムで撮ったとは思えないぐらい解像度のすごいレンズ。で、2枚目がね、ニコン F301、 目立たないマイナーなカメラですが、ニコン F3 より使いやすいですということで、これ6766でね、中盤ということもあってね、まあ、富士のレンズももちろんいいんでしょうけど、何よりね、フィルムサイズがでかいで、解像度が高くなるんですね。私 GF670 も使ったことないんですけど、使い勝手どうですか。これ蛇腹なんでね、レンズが、収納できるんで、まあ、コンパクトにもなるんでしょうけどね。まあレンズはね、 80mmF3.5、 このぐらい、だいたいこのぐらい、 80mm の F3.5 ですけど、 80mm っていうね、長さなんで F3.5 でも十分背景が動きますよね。で、ニコンの F301 なんですけど、ニコン F301 って確かあれかな、オートフォーカスっぽい時代のカメラだけど、
マニュアルフォーカス専用機だったのかな。これまあそのカメラはともかく写真が素晴らしいですね。ものすごくかっこよくね、カメラのね、あえて全容を撮らずにね、切ってるあたりがね、構図のね、耐えがいいと思いますね。ちょっとね、タイトル画面変わったばっかりだけど、このカメラの写真にもしかしたらタイトル画面が変わるかも。はい、ともあきさん、ありがとうございます。次がね、なごむさん。なごむさんもこれ初投稿かな。俺のカメラ、に投稿させていただきますということで、ペンタックス K2&SMC ペンタックス 50mmF1.4 ペンタックスのね、K マウント機、釣り革でね、ぶら下げてあるね、ところ撮られておりますけども、これ入って、僕やったらこの状態やったら背景を何か入れるかな。ぶら下がってどういうところにぶら下がってるかよくわかんないですけど、まあこれはこれでもいいのかもしれないんですけどね。まあいい感じで撮られておると思います。このカメラね、ペンタックス K2、使ってみたいね。そのペンタックスの K マウントのカメラって、僕はね、オートフォーカスのなんだっけ、なんだっけ動画あります。1台と、リコーのね、XR500 オートっていうのを持ってるんですけども、ペンタックスの、K マウントのね、マニュアルフォーカス時代のやつって結構するんですよね。で、トラブルとかも多くて、その、状態がいいカメラがすごく値段が高くなってるんでね、なかなか買いにくいんですけどね。はい、長間さん、ありがとうございます。今日の俺のカメラはここまで。ちょっとまだ待機者が数名おるんですけども、ここまでします。次はやったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったのコーナー。今回はね、ドリームロコモーティブさんからね、これどっちになるんだ、やったなのかやっちまったなのか。やったもあるしやっちまったもありますね。ヤフオクで中古カメラ5台プラス期限切れフィルム4本のセットを落札しました。その内容っていうのがね、ミノルタ AFS クォーツデート、富士カオート7QD、QD か、クォーズデートね。富士 TW3、この間どこに行った？もう車の中ぐちゃぐちゃになってね、このカメラですね。このカメラですね、僕も、一応持ってますけど。リコーオートハーフ EF、オリンパス OM10、おまけの期限切れフィルムがコニカセンチュリア100、24枚撮り4本。方法、落札金額は3,800円プラス送料630円、キャンペーン割引500円提供で、最終支払金が3,900円、まあ約4,000円ですね。富士 TW3 の動画を見て欲しくなってヤフオクで探して、カメラ5台セットの中に見つけ落札。結果動作したのは5台中3台でミノルタ AFS クォーツデート、富士カオート 7QD、富士 TW3 リコードハーフ EF は動作が不安定の時があるため、シャッターが切れない時、切れないトラブルが発生。フィルム入れて撮影するのは怖いので、ちょっと分鎮と。オリンパス OM10 は完全なジャンクで巻き上げレバーが回らず、持ち主が一度修理を試みたようで、分解痕とネジの欠品多数という状態だったので修理断念。部品取りして廃棄。OM10 直ればよかったんですけどね。お目当ての富士 TW3 で自力で電池交換し、無事テストさせていいじゃないですか。僕のね、完全分解しないとどうやらダメみたいで、かなり悩んでおります。情報が少ないんでね。本当は2000円台で落札できればと思っていましたが、欲しかった富士 TW3 が入ったので、今回は一応やったかな。コンパクトフィルカメラもだいぶ増えてきたので、フィルカメラ布教活動の一環として、今回動作したミノルタ AFS クォーズデータと富士カオート7は、フィルカメラ欲しがっている知り合いにプレゼントしよう。ああ、素晴らしい。素晴らしいですね。布教活動よろしくお願いします。ドリームロコモティブさんね、ありがとうございます。今回のね、やっちまったのコーナーは、一応これ、やったーなのかな。はい、今日の動画はね、こんな感じになります。ほんで、まあ、この動画を撮ってる段階では、まだ居酒屋ライブはやってない。まだやってないですけどね。居酒屋ライブね、どうでしたか？もうこれ、公開するときにはね、もうね、終わった後なんですけどね。で、来週の、動画なんですけども、多分これの、紹介になっていくかな。
出てこい。よっと。カメラだらけでね、出し方もだから。こいつ、ね、これね、キャノンのね、キャノネットジュニアっていうね、カメラになります。で、実はね、まだ現像してないんでね、もしかしたら失敗してるかもしれないんで、このカメラの紹介になるかどうかわからないですけどね、取り切ってね、もうここにね、撮影済みのね、フィルムがね、あるんですけどもね、ケントマン100を、装填してね、このカメラで撮影してきました。結構ね、その目測カメラですけどね、なかなかね、シンプルで撮りやすいカメラでした。それはその辺はね、また来週の、紹介の動画で、ご期待くださいませ。で、その次にも一本なんかうんちくの動画かなんか入れようと思いますけども、どういう内容になるかはまだ決まってません。はい、今日の動画はこれまで。まあ、居酒屋ライブでも話すると思うんですけども、コロナウイルスが大変流行っております。僕の調子が悪いのはこれ花粉症なんですけどね。僕はね、そのトラックで移動する仕事なんで、他の人とね、接することがほとんどないんでね、感染する心配は、まあ、少ないとは思うんですけどね、かなり気をつけてはやってます。でね、感染してもね、まあ、ツイッターでも言いましたけど、私、医薬品を輸送しておりますんで、私たちがね、頑張ってね、医薬品を輸送しますんでね、諦めずにね、治療に専念していただければと思います。はい、今日の動画はここまで。また、次の動画をお待ちくださいませ。最後まで見ていただきね、ありがとうございました。ここにね、チャンネル登録ボタン出てきます。まだチャンネル登録されてない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またね、いいねボタンもね、いいねと思った方、ぜひお願いしますね。いいねボタンが、押されると、皆さんにね、動画をシェアしやすくなるようなので、お願いします。それでは、次の動画までまた、ごきげんよう。さよなら。